います。ホテルご利用時にペットホテル利用規約兼同意書をご確認いただき、書面をいただきますが、事前に3点ほどご注意点をご案内させていただきます。まず1点目として、ご持参いただくものについて、普段食べ慣れているご飯1食分ずつに分けて、ご予定の宿泊分より1日分多くご用意ください。普段食べているおやつやワンちゃんのお気に入りのおもちゃ、普段ご使用しているワンちゃんのベッドやブランケット。2点目は、お散歩ご希望の場合、首はハーネス、リード2本、伸縮するタイプは不可です。お散歩を考え、すみません。お散歩は安全を考え、ダブルリードで行いますので、ご協力をお願いします。こちらを持ってきていただけない場合は、お散歩ができませんので、あらかじめご了承ください。マナーパンツ、ご予定の宿泊分日数より多めにご用意ください。3点目は、キャンセルポリシーについて、ご予約キャンセルの場合は、当日のみキャンセル料、ご利用料金の80%が発生いたしますので、ご注意ください。最後になりましたが、もう1点。ホテル利用の際、使用状況により、室内が本来の現状に著しく汚れや既存した場合、清掃料が1100円から発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。それではご来店をお待ちしております。